うわ、タブー。何もこんなど真冬にやんなくたって。2498、2499、2500。たまの休みだったのに、なんで私らがこんな真似を。屋根の修繕くらい業者を呼べよ。あ、ダメダメ、贅沢は敵、足らぬ足らぬは工夫が足らぬってね。人生は努力、根性、現金よ。頑張れ坊ちゃん。はーい。あとね、行動と体育館とね、テニス部、部室とプールと馬小屋。はい。どうして私の周りの男ってこんなのばっかしなの。誰も好きでいやしねえよ。どうせ私はお金と結婚するとかって言うんでしょ。稲穂は失礼ね。私だって理想の殿方くらいいるわよ。どんな王子様、月の砂漠をはるばると白馬に乗った王子様、大きなお城、もちろん夜は舞踏会、月夜のテラスで、あ、王子様が私に言うの。そう、砂漠には油田、白馬は G1 ダービー馬、お城は銀座の一等地でしょ。でもって舞踏会にはお金持ちそろそろ。もし結婚指輪はオーパーツ。王子様素敵。何が素敵だ。え、メール。なんですか。ボンパーツ発見、サウジアラビア、ロラン遺跡に行くわよ。ボンパーツ、今度こそ私が。いや、修理はいいんですか。あ、それはそれで今日中に終わらせなきゃいけないし。さすがに気が引けるんですけど。あら、やる気満々よ。少なくともフランキー先生は。おお、僕はやるぞ。おお、頑張りましょう、大神先生。私は了解なんかしてないからね。ちょっと聞いてんの。うおお、フランキー、ウルフと二人で帰ってくるまでに全部直しといて。そうしてくれたら、ウルフといろいろ。いろいろ。いろいろ。どんどん。いろいろ。この首輪の呪いさえなければ、覚えときなさいよ、イナホ。いろ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 。サクシー。さあ、もう行こう行こう。時は金なり。待ってたって利息も消費税もつかないんだからね。開きたまえ、開きたまえ。そは異界への門、そは夜への扉。光と闇、遥か地の契約の名のもとに、我が道を開きたまえ。昔の栄え、今いずこ。王様とか財宝とか言っても現世の栄華なんて儚いもんだよね。ねえ、稲穂ちゃん。え、ボンパーツ、ボンパーツとボンパーツ、ほんとロマンのかけらもね。いや、砂漠の都ロラン、東西交易の中心として栄えた伝説の大正都市。魔力を駆使する少年王ソロンのもとに最盛期を迎えたの。その滅亡の原因は、栄華を支えた湖の移動とも、自らの魔力で砂の底に眠ったとも言われているけど、
あれは。が祀られてる場所みたいね。なにこれ。ちょっと稲子ちゃん、なんか怪しいとか思わねえのかな。これなんか超怪しい。もーちゃんってば。はいはい。嘘！王子様。もしもお話。そなたの名は？稲穂。稲穂一目惚れ。稲穂、良い名だな。世の名はソロン。砂漠の千年王国ロランの王なり。世の魂はずっと探していた。幾百年、幾千年の眠りの彼方に待つ我が妃よ。生涯ただ一人の運命の君よ。世が持っているすべてをそなたに捧げよう。富、栄華、権力、この命までも、あの青い月にかけて。受けてくれるかな。さあ目覚めよ我が忠臣たちよ。新たなる門出を祝う喜びの宴を始めようぞ。ちゃん、こんなめちゃめちゃな話。王子様、こいつもミイラ男かもしれないんだよ。世界の財宝。まず落ち着こうよ。はい、深呼吸、息吸って胸に。いいよ。ガッピャッピッピャ
秘伝家、私金山持っています。まあ、アラブバの大牧場を4つほど。まあ、私は油田を40ほど。まあ、全ては君のため。王子様。おい、完璧無視だぞ俺たち。ジョムか。よりによって秘伝家とはね。バッカじゃないの。あ、どいたどいたどいた。こんなことしてていいのかな。なーに、聞こえない。僕らにはやることがあったんじゃないの。もっと大きな声で言ってよ。やることがあるんじゃないの。もっと。だからさ、何を言ったのね。くら、そんな、なーとと。我が王国は蘇る。この目の前に収められる全て、そしてここに集まる世界中の富と栄華をそなたに。富、世界中の財宝。これがその証しだ。あの神殿はどうかしました？あそこには災いが封じられている。かつてこの王国を滅ぼした恐ろしい災いが。災い？さあ、皆が待っている。ま、いいんでないの。稲穂らしいお家で。そして二人はいつまでも幸せに暮らしましたとさ、まる。帰りましょうぜ、旦那。そうそう、これで私たちは自由の身。厄介者が片付けられて万々歳じゃないの。大好きなお金様と結婚できたんだ。これであいつも満足でしょう。旦那。何迷ってんのよ。旦那、どうしたの。大パーツを探さないと。誓いの証をまだ立てていなかった。何者だ。ここは立ち入り、お通りください。これは
れは我が王国を滅ぼした怪物ルフ。あの秘宝を手に入れようとする者を生かしてはおかない。でも王パーツを。さあ奴の怒りが収まるまで地下聖堂で共に長き眠りに入ろう。そんな、世界中の富を私にって。そうは言ったが、あれだけは別だ。世にはどうしようもない。我が生涯唯一の君を、世と共に未来への眠りについてくれるな。たとえ昨日が遠ざかるとも、たとえ今日が消えるとも、我らには希望の未来。なっそ、じゃもういいわよ。そんな、そなたは世と将来を誓い合った仲ではないか。うん、私がいつお受けいたしますって言ったわけ。誓約書でもあるの。何時何分何秒、地球が何回回った時よ。しかしの。しかしもおかしもどうしもないわよ。うんて連続もだ。王子様ごきげんよう。クソ目が何だ。もうちょけけどこだ。けだそうどこにいる。どこだどこだどこだ。もう見ちゃいらんないわ。あ、そうだ、もったいないけどオーパーツのためだ。うりゃちまった。あのバカ稲穂ちゃん。あの声を頼りにこれで化け物の動きをつかむんだ。もうちゃんもうちゃんもうちゃん早く。まだまだだ。絶対外さない距離で。大丈夫だった。こりゃオーパーツ。オーパーツ。今度こそ。遅くなやつ。いいもん。今度もっといいお嫁さん探すもんね。熱い風に
すぐクリスマスだねってどうしたの、ひなこちゃん。なんなのその女。え、あーそれはね、うん、なんだって聞いてんのよ。次回は凍てついた大東京を舞台に繰り広げられる大陰謀と大活劇。くでるくる。やった。次回マスターモスキートンダブルナイン第12夜やきもちと東京最後の日。ごまかすな。いや、命でお金は買えないのよ。